千葉市立磯部第一小学校は千葉県千葉市美浜区磯部にあった公立小学校。磯部第一小学校は海浜ニュータウンの磯部にあった公立小学校で1979年に開校。前世紀には2000人近くの児童が在籍していたが2006年頃は300人余りであった。児童数の増加により仮設校舎を使用していた時期もあった。 仮設校舎跡地は観察地や藤棚などが設けられていた。2002年頃から校庭の土を入れ替える工事を行い、一時グラウンドが使用できなかった。校内には、この地域の埋め立て前に使用されていた道具や写真などの資料が多数展示されている教室があった。管理棟職員室前の壁には、道校と周辺地域の大きな年表が設置されていた。 磯部第一小学校は1979年に千葉市で98番目の小学校として開校した。開校時の高地面積19861平方メートル、校舎面積6271平方メートルであった。2013年、磯部第二小学校、磯部第四小学校との統合により35年の歴史に幕を下ろした。 磯部地区には、千葉市立磯部第一小学校から第四小学校までがあったが、児童数減少等により、2013年4月1日に、第一小学校と第二小学校、第四小学校の3校が統合し、千葉市立磯部小学校となった。千葉市立磯部小学校の校舎は、旧3校の中立の位置にあり、 旧第一小学区に隣接している2012年度までの磯部第四小学校の位置となる。学区は主に磯部5丁目と4丁目で構成され、学区内には団地やマンションが多くあり、南側には一戸建ての宅地街も含まれていた。地域の玄関口である京葉線ケミ川浜駅が徒歩約10分のところにあり、同駅前の大型マンション、パークシティも学区であった。 学校北側には花園グラウンドと呼ばれる広い空き地が存在し、その北側に JR 京葉線の高架が走っていた。ガード下には緑地帯があり、そのすぐ横に学童保育の若塩子供ルームが設置されていた。学校の道を挟んで西側に磯部教職員住宅があった。ありがとうございます。